マルセロ・バルボアはアメリカ合衆国入りのイシュ衆シカゴ出身の元サッカー選手であり、元アメリカ代表、現役時代のポジションはセンターバック。1990年代のアメリカサッカー界を代表するディフェンダーであり、アメリカ代表として3度のワールドカップ本戦23名に名を連ね、代表の試合ではキャプテンも務めたこともあった。アメリカサッカー殿堂の一員にも選ばれている。 引退後は ESPN、ES ABC などのコメンテーターなどの仕事につき、現在はコロラド州のモナーク高校でサッカーを指導している。アルゼンチンからの移民家系であるバルボアはカリフォルニア州のセリトスで育った。ユース時代の成績としては1986年のマクガイアカップで優勝したことである。バルボアの父、ルイスはかつてアルゼンチンで プロサッカー選手をしており、北米サッカーリーグのシカゴマスタングスでプレーする、傍ら、彼を指導していた。1985年にセリトス高校を卒業し、それからの2年間は、コミュニティカレッジのセリトスカレッジに席を置き、アメリカンフットボールのプレイスキッカーをもこなし、サッカーでは、カリフォルニア南海岸地域の選抜選手に2度、選ばれている、2足のわらじを履く。 学生生活だった。セリトスカレッジではバルボアの背番号3は永久欠番となっている。1988年サンディエゴ州立大学へ編入し、同年には同大学のファーストチーム、翌年には全米のセカンドチームに選ばれ活躍した。1987年から1989年までバルボアは大学のオフシーズンを利用して、 ウエスタンサッカーリーグのプロクラブであるサンディエゴノーマットにアマチュア選手として契約を交わした。1988年にはリーグ MVP を受賞している。その後、1990年にアメリカンプロサッカーリーグのサンフランシスコベイブラックホークスでプロ選手としてのキャリアをスタートさせ、1992年にコロラドフックセスに移籍した。 1995年から翌年にかけては、メキシコのクラブレオンで活躍し、1996年、メジャーリーグサッカーのコロラドラピッツと契約した。バルボアは、ラピッツでの6シーズンにわたり、監督が変わっても、常にリーダーシップを発揮し続けた。その間、1990年、1994年、1998年の3度の、 ワールドカップにもアメリカ代表として本戦に参加した。2002年、メトロスターズにトレードとなったが、怪我もあり、出場はわずかに5分に止まり、そのシーズン限りで引退した。アメリカでのキャリアの中で、2005年にはベストイレブンに選ばれている。彼の選手時代を象徴するプレーとして、1994年の自国開催のワールドカップで、 コロンビアに勝利した試合でのバイシクルシュートが挙げられる。また、ラピッツ時代の2000年、コロンバスクルーと対戦した時のバイシクルシュートは、同シーズンの MLS ベストゴールになった。バルボアは、ディフェンスのようとして1990年、1994年のワールドカップでプレーした。初の代表試合は1988年のグアテマラ戦。 代表での実績を評価され、1992年と1994年の US サッカーアスリートオブザイヤーに選ばれている。1995年、バルボアはアメリカの代表選手として100キャップという壁を超える最初の選手になった。2004年のシーズン以降、彼の古巣であるコロラドラピッツの理事に着任した。2003年、 ABC のカバーする MLS オールスターゲームと MLS カップのピッチサイドリポーターとしてデビューし、翌年には ABC とエスプ部のレギュラーアナウンサーとなり、アメリカ代表戦を実況した。近年では2006年のワールドカップで全米ナンバーワンチームとして野球中継で名高いデーブ・オブライエンと組んで仕事をした。2007年にはラジオにも進出し、デンバーに壷を置く。 マイルハイスポーツラジオのフロムザピッチをスタートさせた。翌年、2008年の北京オリンピックのサッカー中継を担当した NBC スポーツの解説者を引き受けた。彼はまた、スペインの放送局であるテレフツラの番組、コンタクトデポルティボのゲスト解説者を現在も続けている。2014年のブラジルワールドカップでもスペイン語局、ウニビシオンで、 アメリカ代表戦のコメンテーターを務めた。2012年よりモナーク高校がバルボアを男子サッカーチームの監督として招聘している。ありがとうございます。